じゃあ名前を教えてください。キム・イェリョンです。難しいからレイでいいです。よろしくお願いします。今回のサマースクールに参加しようと思った理由を教えてください。今韓国でその日本語を専攻しているんですけど、それが私は今度2年生になりまして、その先生方に時々日本に行ってきたかという質問を受けることがありまして、私は今まで日本に来たことがなくて、その先生たちがみんな日本語科なら一度くらいは日本に行ってみた方がいいっておっしゃってたので、今度の機会にその日本に来てみたいなって思いました。今までで一番印象に残っている授業は何ですか？茶道ですね。どんなことやられた？その自分でお茶を立ててみたんですけど、その先生はちょくちょくその立ててくださって、私たち7人に全部飲ませてくれたんです。でそれを自分たちが直接立ててみるその体験がありましたけど、泡がなかなか出ませんね。難しいですよね、はい、日本人でもそうそうできるじゃないと思う。そっか、苦かったです。はい、苦かったです。さっきのいちごさんが立てたお茶を私が飲んだんですけど、私は私の口に合うように薄くしたんですけど、それをいちごさんが持ってて本当に濃く立てたのを私に飲ませたんです。ダメでしたね。はい、ではホームステイされたと思うんですけれども、はい、その思い出を教えてください。2日目に七夕祭りに行ったんです。そこでその私韓国であんまり祭りにいたことがなくて、その今度その家でホームステイのホストさんが連れてってくれて、その子供とお母さんと私の3人で行ってきたんですけど、そこでヨーヨースクイというものを初めてしました。でその200円で8個ぐらい取ることができてすごく嬉しかったです。すごいですね。ああいう風船のヨーヨーって、はい、韓国にもありますね。水が入ってる風船はあります。でもヨーヨースクイは私は見たことないです。そうですね、はい、じゃあ将来何か目指してる夢とか目指してるものとかありますか？一応はその本についてる仕事を やりたいんですけど、そのまあ韓国でその翻訳とか通訳はそのあまり定休職にはちょっとなりにくいんですよ。でフリーランサーが多いんですけど、それはアルバイトみたいな感じでもその やってみたいです。はい、最後に今日は日本の七夕なんですけど、はい、一つだけ願いが叶うとしたら何をお願いしますか？そうですね、私はその体がちょっと元気じゃないので、その点がちょっとお願いでき、叶うのならちょっと元気になってほしいですね。これから夏にかけてね、はい、体も弱っちゃうと思うんで気をつけてください。はい、ありがとうございました。